38度あります。あー、ということで今回はロブロックスやっていきたいと思います。なんか最近流行ってるものに変身して隠れるロブロックスのゲームなんですけど、私絶賛風邪をひいております。はい、喉もやばくて鼻水もすごくて頭が痛いので、もうこうなったらぶち上げて実況していこうと思います。皆さん元気ですか？本当に体調管理だけは気をつけてください。いや、ゆきなちゃんね、なんで風邪ひいたかね、ちょっと心当たりあるんですよ。これ何かと言いますとね、ずっと最近飲み歩いてます。はい。まあね、そのせいで、睡眠も、よくに取れてない。で、それで、冬場だからさ、ちょっと体崩しやすい。ほんで、プラス花粉症で、鼻呼吸ができないんで、口呼吸で、寝たりしてたら、乾燥も相まって喉がぶち壊れて、で、こういう仕事をしている以上、発狂系 YouTuber ということでね、めちゃめちゃ発狂してたら、喉も潰れてたの。で、今、風邪ひいてるのになお実況を続けてるという、もう実況者の鏡なんですよ、私は。はい。そういうこともありましてですね、風邪をひいておりますが、静かにとロブロックスやっていきたいと思います。でね、この、物に隠れる系のロブロックスね、案外簡単なんですよ。だからこうやってちょっとふざけて、この、最新のバッシュヘアーとか言っても多分バレません、これ。これバレたら面白いですけどね。バレたことありません。さあ、気を取り直してやっていきましょう。ちょっと待って、この小道具はちょっと隠れにくいにも程があるでしょ。雪ドラの頭のドラゴンとなっております。ちょっと俺、私これで頑張って隠れます。これで頑張って隠れたら皆さん高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さっきみたいにちょっと調子乗ったことはしない。ちょ、本気で隠れに行くわ。どういうところがいいんだろう。こういうとことか。あ、なんか、不自然ではない、全然。全然不自然ではないけど、もうちょっと間隔空けときたいかな。間隔空けるって多分、端っこに行くしかなくなっちゃうもんな。こういうところとかどう？あ、ぽい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 、ピーンですね、これは。ちょ、ガチで頑張ってこれ勝ちに行きたい。私ね、さっきね、デモ版というか、お試しプレイでね、やってみたんですけど、その時はね、3回やって3回とも全クリしたんですよ。だからね、ちょっと、あ、やべえ。やばい、めっちゃこっち向かってきてる。やめてー、やめて、痛い、やべ、痛い、痛い。私初めて鬼やるんだけど、やば、楽しそう、鬼の方が。ちょ、気を取り直してやっていきましょう。めちゃくちゃ我慢してたんだけど、鬼になりました。よっしゃよっしゃ、私鬼物事無惨ってことでしょ。あなたはシーカーです。オッケー。お前動いてんじゃねえよ。お前動いてんじゃねえよ。よし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 。で、こいつも動いてる。ほら。オッケー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 。他はどこ？あー、絶対おかしい、こいつら。これ絶対おかしいです。よし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 。結構いい感じやな、私。あ、これ下打ちってやつか。オッケーオッケーオッケー。さあ、他にも探せ、私。不自然なやつは全部撃っていけ。片っ端から撃っていけ。こいつ不自然すぎだろ。どっちだ？どっちだ？マジか！今、あ、いや、絶対これだ。これも違う。なるほどね。はいはいはい。どこにいるのかな。あ、いるいるいるよ。おれ。あいつ追え。絶対に逃がすな。誰だよ、逃がしてるやつ。はい、ここ。めちゃくちゃあいつ足速い。ちょ、待って、クソ足速い。あいつ、ずっと逃げてる。あんなクソでかい図体で逃げ切れると思ってるのが面白いよな、あいつ。はい、どう。うまい、こいつ。私の球すべて。はい、お疲れ。はい、お疲れ。あれ、これ当てるの難しすぎ？ほい。めっちゃいる、めっちゃいる。あたし上手くない、このゲーム。あたし鬼の方が向いてるかも。さあ、他は他。ちょ、ま、暴れすぎ。他。あ、いた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 。よし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 。あたし鬼の方が向いてるかも。普通に。鬼物事無惨さ、あたし鬼にしてください。でもあと4人残ってんだよな。オッケー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 。ちょ、鼻水がやばい、普通に。皆さん、花粉症とかどうですか？最近さ、私のリスナーにね、卒業した子がいて、ゆきドラさん卒業するときにね、好きな人に送りたいですよ、みたいな。もうね、1年半ずっと片思いしてて、みたいな。その人に最後、思いを伝えるんです、みたいなリスナーがいて、お、そうか、告白して結果が分かったら教えてくれ、って言ってね、仲良くしてるリスナーなんですけど、そいつがね、告白したらしいんですよ。好きな人にね、もうマジ2年間ぐらい片思いしてて、ずっと好きでずっと好きでたまらなくて、最後の最後、卒業式で思いを伝えたらしいんですよ。そしてゆきなちゃん、寝てるタイミング、昼の13時。まあみんなが起きてるんだけど、私は寝てるタイミング、昼の1時に。
電話がかかってきましたよ。甲斐仁也君から電話かかってきましたよ。雪寺さん、告白しましたよと。おう、そうか、よく頑張ったな。結果はどうだったんだっつうの。その女の子が、なんか好きになれない、好きな人じゃないと私は付き合えないみたいな。したらその、甲斐仁也君、ポジティブなんですよ、めちゃくちゃ。ほんなら、私が絶対、男の子が、僕は絶対君のことを、好きにさせるから、これからもよろしくって言ってたらしいですよ。これ皆さん、これ女の子のテクニックめちゃくちゃ上手いと思いませんか？これ絶対キープされてるよね、甲斐仁也君絶対キープだよね、これ。もう何？普通にさ、触れないじゃん。いや、ごめん、普通にタイプじゃないんだ、みたいな。でも、お前いいやつだから、みたいな。まあ、3年後ぐらいにまた会おうよ、みたいな。友達としてね、みたいな感じ言えばいいのに。お、なんかさ、触れをしっかり振るんだら、うまいよ、立ち回りが。え、人生何周目？男経験ありすぎだろ。まあ、その人はね、めちゃくちゃモテるらしいし、ちょっと顔見せてもらったんだけど、ちゃんと可愛くてですね、性格もいい子らしいんですよ。性格がいいがゆえに、この、なんていうの、立ち回りの上手さというか、普通性格悪い私みたいなゴミ人間だったらさ、は、お前みたいなブサイクって誰が付き合うか知れって言うけど、その女の子は優しいがゆえに、そういう対応しちゃって。もう、甲斐仁也君、これでね、やる気出ちゃって、逆に。私だったら、勘がいいから振られちゃったんだなって思うけど、甲斐仁也君はもう、なんていうの、察しが悪い。いい意味で、いい意味で察しが悪くて、燃えちゃってんだよね、逆に。もう私はこの恋が愛さないみたいな。もう熱い男なんですよ、甲斐仁也君。はい。まあ皆さんね、甲斐仁也君に応援メッセージだったり、頑張ったよっていうね、コメント残してくれると嬉しいです。甲斐仁也君、頑張れ甲斐仁也頑張れ甲斐仁也頑張れさあ、私も頑張っていきましょう。かくれんぼスタートでございます。今回は植木町に進化したということでですね、まあ砂漠に植木町があるのは不自然すぎるんで、まあ、この辺だったりとか、この辺だったりとか、これね、感覚スペース大事ですよ、スペース。スペース、熊本盛り上がってますか？すごい大事なんで、こういうとことかすごくいい。すんごくいい。いや、こっちの方がいいな。これ、いや、チート不自然。チート不自然だな、これ。いや、やめよう！ちょっと不自然すぎる、ここ。やめよう、やめよう。やばい、鬼いる。ギリギリバレてなしんちゃん。バレてました。またしいか。おいおい、マジか。私隠れるのが下手すぎるから、運命にお前は鬼やれって言われてるようなもんじゃねえか。まあ任せろ。最初が大事だからな。最初速攻で見つけてぶち殺していく。あ、いた。はい、お疲れ。動いてるやつはどこ？あ、いる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 。はい、お疲れ。あと動いてるやつはどこ？あ、動いて、めっちゃ動いてんじゃん。ちょ、リロードがやばい。いや、当たんなくね、こんなの。え、待って、こいつめちゃくちゃうまい。オッケー、当たった。さあ、あとはどこに隠れやがって。あたしの、はい、お前ですね。はい、さようなり。あとはどこだい？あと4人、あと5人。うわ、待って、アイコンにそう、僕いるんだけど。最近さ、不法でさ、ちょっと嫌なことがあったじゃない？鳥山明さんの死去というかさ、もうあれを見て私ね、めちゃくちゃドラゴンボール見返してるんだよね。やっぱ私の青春、私が見てきたアニメって一番最初に見たのドラゴンボールなんですよ。お母さんが、ゆうた、これ見てみなさいって言ってハマったのがドラゴンボールで、そっからずっとドラゴンボールハマって、ドラゴンボール見て、で、ドラゴンボールに憧れてスーパーサイヤ人になろうとしてね、公園で発狂してたこともありましたよ、私。うえーって、公園で発狂してたんですよ、私。スーパーサイヤ人に本当になれると思って。でね、サワヤンさんのことクリリンって言ったりとかね、サワヤンさんのことをピッコロって言ったりね、もう、ハゲネタでしか使ってないですけど、最近は。でも、やっぱりドラゴンボール私は愛してます、本当に。最近本当にずっとドラゴンボール見てて、ヒーローズは私は見てなかったんですけど、最近ヒーローズ見るようになりました。なんかいっぱいね、スーパーサイジの種類増えててよくわかんなくなっちゃってるんですけど、やっぱりドラゴンボールって、いや、面白いよな、ほんと。いや、私この時代に生まれてきてよかったなって心の底から思いました。本当に、愛してます、鳥山明先生。
本当に素晴らしい作品をありがとう。なんだこいつ、こいつはぶち殺せねえのか、こいつぶち殺してんのてかマジ花粉症やばすぎてマジピエン超えてパオピエン超えてビエンだわ、普通にめちゃくちゃビエン。だからみんな私のさちょっと鼻声なのわかるでしょ、ちょっと鼻しゃべりにくいもん。私多分今カラオケ行ったら全然歌えない気がする。あほら全然いないな。おいサボってんじゃねえぞこれ、おい脳天ぶち抜くぞ。働かざる者食うべからずって言葉があんだ、どこにかかってんだマジで。全然いないんだけど、残り3人結構すごくない？ここら辺匂うぜ、プンプンするぜこの辺から。ああ偽物の家具がいいんだ、てめえかてめえかてめえか。ちょ待って鼻水がやばい本当に、私坊ちゃんになろうかな。いったぶわしっちゃ僕の坊ちゃん舐めて、痛い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 。そうだった私寝たる。はい1キルお疲れ。さああともう2人だ、鼻水がやばい雪村ちゃん、そしてしっかり熱も熱まる。あいつ撃てれねえの、あいつ撃てれないの、あチーターいんぞチーター。おいペーターいるぞペーター、ペーターじゃないチーターだ。えペーターいるんだけどペーター、どうやって行くのこれ。あいけそう、あいつ絶対殺すな、あいつどうやって倒すのあいつ。当たんないんだけど拳銃が、終わってんな。このゲームクソゲーです皆さん、私もあの技使ってもいいですか、普通に負けたんだけど。さあラストマッチにしましょうかね。ラストマッチはこのなんかおじいちんみたいなやつ。そう TikTok ライブしながら最近撮影してるからさ下ネタ言えないんだけど、この普通の YouTube のあのなんていうの、普通の YouTube の動画だったら下ネタ言い放題なのか、やめて。よしよしよし、気があっちにそれた、あっちに気がそれた、行くぞ。よしゴミ箱に変えまして、よし気がそれた気がそれた、私の勝ち。こうなったらもう危ねえマジで、よかった。これラストでさあんま簡単にぶち殺されたらたまったもんじゃないよ。はい後ろにいますよ私、わかんないのかしら、まあ脳みそがくるみサイズのお前にはわかんねえだろうな、ベーカやばい。なんでみんなここら辺でリスポーンするの？まあでも私のこのさ、ゴミ箱の配置完璧じゃない？正直。はい、お疲れ、ザコーツ。私は撃たれてません。危ねえ、最初本当にやられるかと思っちゃったよ。あ、後ろいますよ、後ろ。そう、目の前目の前。それいますよ、いますいますいます。頑張れ、頑張れ。みんな頑張れ。後ろいるよ、後ろ、後ろ。そうそう、後ろ、後ろ、ぴょんぴょん跳ねてるやついいんじゃん。それ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 、それそれそれ、戦敵敵敵。どこを切ってんのお前は、後ろにいるじゃん。これだから脳みそなくるみサイズのゴミバカ野郎は嫌いなんだよ。あ、ゴミって私かって言うてね、ほんと。え、すごくない？私こう見えてちゃんと熱あるんだよ、みんな。すごくない？こんなに熱あってこんなに元気な実験できるの私くらいでしょ。すごいよね。これがイクナちゃんの凄さ。まあ、今だったら、普通に、オールでカラオケできます。いや、無理、死ぬ、普通に死ぬ。多分救急車8台呼ばんといけん。さあ、私、こっからもう動けない状況なんですけど。ねえ。ああ、もう絶対バレないわ。うっ、最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に、言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey, guys!